というわけでね、夏がこう近づいてきたんで、ちょっとね怖い話というか、なんかねやばすぎて温めてた話というか、ちょっとこういろいろ因縁があって今になって初めて出す話なんですけども、3年4年ぐらい前かな、僕結構先輩の人とで、ちょっと年下の後輩と3人でちょっとある場所に肝試しに行ったんですね。先輩の車に乗って、先輩の運転でその山に行って肝試しに行ったんですよ。でそこの山にですね行って着いて、お堂っていうんかな、お寺っていうんかな、なんかあって、なんか見るからに結構長いこと人が出入りしてなさそうな、いやお寺やったんですよ。でこらなんか出るなー言って、こらなんか面白そうやなーって言って3人で入ったんですけど、こう真っ暗で何も見えへんと。で iPhone のこのちっちゃいライトでこう照らしながら中を行ってたんですね。なんでこう結構綺麗な仏像が並んでまして、その後輩の子がなんかこの仏像なんか首とかなかったらめっちゃ怖いですけどねみたいな笑いながら話してて、確かにそうやなって言いながら進んでいって、でまあ何事もなく全部見て回って出たんですよ。で3人でまた車乗って戻ろかーってなって、で音出てから車で3人乗って山降りて帰ろかーってなってて、でその麓のところにコンビニがあったんで、あちょっと寄ろか、一人一個ジュース買いに行こうかーみたいな感じになって、で後輩の子が、あ僕行ってきますよって、何がいいですかって言うて、で僕と先輩とこう車で待ってたんですよね。でまあまあ5分10分たてど後輩が戻ってこないと、あいつもしかしてトイレ行ったんちゃうか、あんじゃまあこれぐらいかかるから戻って待っといたろかって言って、まあまあ普通に待ってたんですよ。で15分20分25分30分30分ぐらいかな、待っても全然帰ってけへんと、これちょっとやばいんちゃうかなみたいな、なんか肝試しの帰りやしなんかあったんちゃうかと思って、で僕ちょっと見てきますわって言ってコンビニ入って、その子いないんですよ。いやあの子壊してんのかなと思って、トイレの説もまだ諦めてなかったんで、トイレ行ったけど誰も入ってないんですよね。で店員さんも一応仕事してたんですけど、まあちょっと仕事を止めて申し訳ないんですけど、ちょっと聞きたいことがあって、その後輩キャップかぶってたんで、キャップかぶった男の人入ってこなかったですかね、結構ちょっと若いぐらいの子でみたいな、いや入ってきてないですねそんな人はみたいな、あれみたいな、でどうしたもんかな、どこ行ったんやろなと思ったら電話鳴ったんですよ僕の。でディスプレイ見たらそいつなんですよね。怖なって、なんかそいつの携帯からかかってくるけどそいつからの電話とは限らないじゃないですか。で出たんですよ、でそいつやってちょっと安心したんですけど、なんかちょっと怒ってんすよね。ケント君今どこっすかみたいな、どこってコンビニの中で今お前探してんやんけみたいな、コンビニ？もう降りてんすかみたいな、何言ってんって言ったら、いや僕山の中でさっきのお堂の中で待ってんすけど、どこ行って帰ってんすかみたいな、僕置いて車出したんすか、どういうことや。で僕もパニックなって一回車戻って先輩と話してもう一回そいつに電話したんですよ。
俺も先輩も確かにお前乗せて3人で車降りたんやけど、僕車なんか乗ってないですよ。ずっと道路の中でいてましたよ。はあ？と思って、で先輩に言ってもう運転してもらって、もう一回道路戻ったんですよ。でそいつを追ってで聞いたら、お堂に入った瞬間僕らの声も何も聞こえなくなったんですって。で「ケント君」とか呼んでたけど、僕そういう素振りみたいなのは全然感じてなくて、でなんなら僕そいつと中で会話してやるんですよ。その仏像の首なかったら怖いですよねみたいなのはそいつが言うたんですよ。こういう会話したよなって言って、してないっすよ。僕ほんまに2人ともおらんなったから、ずっと2人の名前呼んでたんですけど、誰やったんやあれみたいな思って、そいつじゃなかったんですよね。僕らがずっと喋ってたり、コンビニにジュース買いに行かせたやつは、お堂の中で何かを連れてきてしまったってことですよね、っていう話があったんですよ。でこれもっと怖いのが、この間某テレビ番組でですね、そのロケして、で街の人にいろいろインタビューをして、最近やった面白い話ないですかみたいなインタビューするみたいな企画があった時に、僕全然面識ない女の人がこう出てきてて、その人がこの話と同じ話をしたんですよ。場所まで分かんないですよ。僕もその場所はちょっとここで控えようと思うんですけども、同じ場所やったんじゃないかなってちょっと思ったりして、なんかそういうスポットなのかなっていうのがあって、怖いなーって思いました。でその後になってこういろいろゾッとするのが、なんかそいつやったからよかった、よくはないけども、そいつはもちろん怖い思いしたやろうし、俺らも怖かったし、ただその先輩やったらどうなってたんやろ。後輩の子じゃなくて、運転してくれてた先輩の人がその何者かと成り代わって車を運転してたんやったら、俺らはどこに連れて行かれてたんやろうとか、ってことは後になってこういろいろ考えて、